こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてます、カメラはライカのですね、バルナックライカのですね、代表的なモデルになります、バルナック 3F の、セルフなしバージョンの、こちらのシンクロメモリーがですね、赤い刻印で描かれております。いわゆる通称ですね、レッドダイヤルと言われる、モデルになっております。ですね、シリアルが661795ですので、1953年製のドイツ製ライカ、バルナック3F ということになりますね。はい。では、外観から見ていきます。外観はですね、かなり綺麗な状態ですよね。軍艦部にも擦れ当たりとかですね、目立ちませんし、というか、ほとんど見当たらないですね。こういう角の部分にもですね、ぶつけたり、擦ったりした跡もありませんし、全体的にですね、擦れによる、この下地が見えたりとかですね、そういった古びた感じはほぼほぼないですね。ダイヤルのこの、全部のダイヤルの一部に、ちょっと下地が見えている程度ですかね。あとはかなり綺麗です。底蓋もですね、擦れほとんど見えませんで、三脚の跡とかですね、ケースの跡も見当たらないですね。当たり、へこみももちろんないですね。はい。アイレットの摩耗もありませんので、かなり綺麗な状態です。アイピースの割れかけもないですね。で、針側の状態ですけれども、針側もですね、こういった欠けたり、剥がれたりしやすい部分もですね、しっかりとしてまして、針側も 100% 綺麗な状態です。はい。もちろんですね、乾燥してこう浮いてパキパキしたりもしてないですね。ひび割れなんかも見当たらないです。こうしっとりとですね、しっかりホールドできる感じですね。はい。ファインダーもですね、こう前から見ても、ホコリとかカビとかですね、曇りなどは見当たらないですね。はい、接眼部からこう覗いてみてもですね、左側はフォーカシング、ファインダーですけれども、二重像もですね、くっきりはっきりとちゃんと見えてまして、縦ずれなくきっちり、見えてますね。はい。で、右側の、フレーミングファインダーも、曇りとかゴミ散り混入なくすっくりと見えております。はい。ピント合わせ、構図、ともにですね、きっちりと、何のないファインダーになっております。はい。こちらのパララックスももちろん正常ですね。はい。この中身もとても綺麗ですね。フィルムのシャッターの膜も傷みはないようですね。では、シャッターのチェックに行きます。シャッターは低速の1秒から見ていきますね。低速のこのダイヤルはこの前の方にあるんですね。はい。これ1秒です。はい。はい、1秒いいですね。きっちりと。はい、刻んでおります。はい。前のオーナーさんによるとですね、一応整備済みだということなんで、このシャッターも完璧に動いているはずです。はい。次が2分の1秒ですね。はい、いいですね。きっちり変わってますね。はい。それに力強くきっちり切れてます。はい。次が5分の1秒ですね。はい。はっきりと。はい。きっちり切れてますね。比較的壊れやすいと言われております低速のシャッターですけれども、シャッター膜の遅れとか、シャッターの粘りなどないのがお分かりいただけます。では続いて、中速の方に行きますね。はい。200分の1秒です。はい。シャッター音が変わりまして、こちらもですね、しっかりとバッチリ切れてますね。はい。はい。ということで、シャッターはですね、低速から、高速の方まできっちり切れているのがお分かりいただけます。底蓋を外していきます。底蓋外してもですね、中身に、金属の腐食や錆、汚れなどないですね。ブールももちろんついてます。はい。ということで、付属品がこちらのボディキャップですね。
はい、ということでですね、大変備品で、内部の機関の調子も、絶好調のですね、ライカ、バルナック、レッドダイヤルですね。バルナック 3F のレッドダイヤル、セルフなしバージョンになりますね。セルフタイマーがここについているのもあるんですけれども、故障がですね、多少出やすくなるんで、こちらのセルフなしバージョンもですね、故障が非常に少ないということで人気のモデルになっております。セルフ使わない人も結構いますもんね。ということで、ライカバルナック 3F レッドダイヤル1953年ドイツ製の、大変備品の答えになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。